ディエゴ・アレハンドロ・ロラン・シルバは、ウルグアイ・モンテビデオ出身の同国代表サッカー、選手。ピラミッツ FC 所属。ポジションは FW。1999年に、デフェンソール・スポルティングのユースチームへ加入し、2011年にトップチームへ昇格。8月28日の CS セリート戦で、プロデビューした。2011年11月13日。 セロラルゴ FC 戦でプロ初得点を記録した。2013年1月30日、ヨアング・フランの後釜として、フランスの FC ジロンダン・ボルドーに移籍した。9月13日、パリ・サンジェルマン FC 戦で、リーグアンデビューを果たした。2014から15シーズンより就任したウィリー・サニョル、監督の下で、レギュラーポジションをつかみ、リーグ戦36試合出場15得点を記録。 4年半の在籍で100試合以上に出場した。2017から18シーズンは、ラリーガのマラガシー f へ1年間のドライローンとなったが、クラブはリーグ再開となりセグンダ・ディビシオンへ降格した。2018年7月17日、同じくセグンダ降格組であるデポルティーボ・ボラ・コルーニアに移籍。同月26日には、CD、レガネスへ期限付き移籍となる。 2019年2月1日、デポルティーボ・アラベスにレンタル移籍した。2019年9月2日、リーガ MX の FC フォアレスへ買取オプション付きのシーズンローンとなる。リーグ戦18試合出場7得点を記録し、クラブはローンの延長を希望したが、デポルティーボとの合意に至らなかった。2020年11月29日のラシン・フェロル戦でスタメンに起用され、 デポルティーボの選手として公式戦デビューすると、前半5分に PK を決め1から0での勝利に貢献する。2021年2月1日、シーズン終了までエジプトのピラミッド FC へローンとなることが発表された。U-20 ウルグアイ代表として 2009FIFAU-20 ワールドカップ2013南米ユース選手権2013 FIFAU-20 ワールドカップに出場した。2014年9月5日に札幌ドームで行われた日本との親善試合で A 代表デビュー。同年11月14日のチリとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。